ああ、いたいたいた、なんだこいつ、待って、めっちゃ飛んでるし、なんだ、どういう攻撃をしてくるのかも全く予想つきませんけど、うわすごい、こんなん作ってみたいな。 MK さんもこれ作れたらすごくない？こんな巨大獣かっこよ。皆さんこんばんは、 MK です。マインクラフトのマーケットプレイスパート9やっていきましょう。今回はドラゴンエキスパンションの5回目ですね。頑張っていきましょう。そう、前回は雪山のドラゴンを仲間にしたんですよね。なんですけど体が大きすぎてちょっと冒険には向いていないということで、いつも通り赤いドラゴンで進めていきたいと思います。そして前回までで全15種類のうち12種類のドラゴンを見つけたんですよね。今回で残り3種類見つけられるんでしょうか。頑張っていきましょう。まずは1回も行ってない森のエリアに向かっていきたいと思います。1種類くらいは新しいドラゴンいるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。この湖とかちょっと怪しいような気がしますけど、まあでも水のドラゴンは1体いましたからね。2体いるのはちょっと考えにくいでしょうか。とりあえず町が見つかったので一旦降りてみましょう。ゆっくり降りてくださいね。そう、この高さからでも MK さん簡単にやられてしまいますので、オッケー。おっと待て、あー違ったか、オウムか、あオウムでした。こいつはあのなんだろう、普通のマイクラにもいますね。お、オウムと恐竜ちょっと仲良しなんでしょうか。まあそれは一旦置いておきまして、待て、いた、こいつ見たことないですね。なんだなんだ、戦ってる、誰と戦っているんでしょうか。見えなかった。あ、お前か、お前は前にもいたな。待てよ、こいつさもしかしたら強いっていう可能性があるので、一旦ちょっとベッドでリスポーン地点設定しておきましょう。そう、前回戦った白いドラゴンが強すぎてちょっと MK さんトラウマになってるんですよね。はい、そしたらここリスポーン位置設定しまして、あなたは一旦しゃがんでおいてください。行くぞ。あいつは、あ、あいつは戦ったな。紫のドラゴンは一番最初に会っていますので、とりあえずそこにいる青いドラゴンですね。ドラゴンというか、なんだろう、ヒョウというか、チーターというか、そういう見た目な気がしますけど、ちょっと見て、あ、たたたたたた、間違えた。ちょっとかっこよく見てみましょうか。おー、かっこいい。こんにちは。いいね、あなた。ちょっと凛々しい顔をしていますけど、早速戦、あれ？なんだ？あれ？こいつ、もしかして無害か？あ、無害っぽい。なんか攻撃してこないぞ。オッケー。はい、そしたら乗ってみましょう。なんか友好的なドラゴンなんでしょうか。にしてはさっき戦ってましたけどね。あれ、なかなか仲間になりませんけど、どうでしょうか。ハートマーク出てください。あれ、ハートマークが全然出ない。嘘、全然仲間なんないけど。あれあれこんなことある？こんなに仲間にならないことがあるんでしょうか。嘘、なんかあれ、あー、来た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 。仲間にならないタイプのドラゴンかと思ってしまいました。そしたらここ、はい、サドルつけていきましょう。あ、待って、違う違う違う。はい、サドルつけて、お、乗れる？おー、乗れた。あ、そこまで、そこまで足速くないな。MK さんがいつも使ってるタピオカの方が速いね、これだったら。あれ？なんか、かっこいい割にだな。ジャンプできるとかそういう話？ほい。なんか、あれ？なんか、ダメージ食らった？嘘。何のダメージ？待て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 、ジャンピング、え？なんかちょっと期待外れ。あ、スケルトンいた、スケルトンいたから一回降りよう。ちょっとじゃああなたバイバイ。なんかなんなら赤いドラゴンで走った方が早い気がする。そしたら赤ドラゴンどこ行った？まあ、あの麓のところに座らせた。びっ、怖いな。そしてこんな人数いることある？あんまり喧嘩しないでよ。あ、でも仲いいっぽい。あのなんか近くで寝てますね、かわいい。なんかこうやって寝るドラゴンも珍しいですね。よし、じゃあ一旦ベッド壊して進んでいきましょう。ここでちょっとだけでも装備を豪華にしておきたいんですけど、どうでしょうか。食べ物めっちゃある。まあでも食べ物には困ってないから無視していきましょう。こんにちは。なんかここにも交換してくれる人いませんか。結構ドラゴンのアイテムゲットしてきたんですけど。こんにちは。おお、びっくりした。手振ってるけど大丈夫か。待って、じゃあ一旦ここリスポン位置設定しておいて、なんもない？なんもないんだったらもうボス探しに向かっちゃいますけど。な、まあでもダイヤの装備とかはさすがにないか。そう、 MK さん今さ、ダイヤの足と足足と足、これなんて言うんだったっけ。足、脚光って読むのかな、とブーツ、あ、足とブーツか。足とブーツダイヤでゲットしているので、できれば胸当てと頭のダイヤ装備が欲しいんですけど、普通のこういう街にはなさそうだな。ないか？なさそう。なんか、一個ぐらい、おー、なんだこれ。絶対宝箱あんじゃん。
一個ぐらい宝箱ゲットしたいけど、いや、ないな。ないね。ない。よし、帰ろう。なんもなかったわ。ちょっと、なんだろう、オウムさんじゃねえや。赤い恐竜さん。うわ、座らせとかなきゃよかったな。こっちまでどうせだったら連れてきた方が早かったですね。まあ、帰りながらまた宝箱を見つけつつ、交換してくれる人とかがいるかも探していきましょう。どうでしょうか。交換してくれる人いませんか？いないな。なんか今までの街だと絶対、あ、いた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 、オッケーオッケーオッケー。はい、じゃああなた交換してもらいましょう。結構ね、いろんなアイテムゲットしているので、あれあれあれれれれあれれれれれ、このあたりは、このコパーウィングチャーム、これはなんか交換してくんないの？うわ、交換してくんないっぽい。そんなことある？このさ、オウム貝の殻って書いてる謎アイテムとか交換してくれると思ったんですけど、そんなことないか。そしたらこれ何に使うんだろう。あ、ラスティカリーデデデデデデデ、読めないね、全然読めないね。よーし、じゃあ、虫でいっか。よーし、じゃあ赤ドラゴンでボス探しに向かいましょう。なんかいいものとも交換できなかった、びっくりした。いいものとも交換できなかったし、新しいドラゴンもこの辺りにはいないみたいですので、あなたドラゴンじゃないもんね、ロバだもんね。ロバとラマの違いいまいち分かってないんだけど、わかる？見た目じゃ全く分かんなくない？あれ、あ、嘘、え、赤ドラゴンは、ちょっと待って、赤ドラゴン、あ、いた、びっくりした。びっくりさせないでよ。なんで勝手に動いてんの、あなた。勝手に動かないで、びっくりした。いなくなっちゃったかと思ったじゃん。よーし、じゃあ進んでいきましょう。で、この辺りにも多分ね、ボスがいる山があると思うんですけど、どこでしょうか。うわ、超怪しいじゃん。絶対ここじゃん。待て待て、絶対この辺りだぞ。こんにちは。うわ、すごこれ。このど真ん中じゃない？違うかな？そこ怪しくない？待て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 、ちょっと、あー、怪しい、いそうじゃない？ちょっと待てよ、ちょっと待て、あー、突っかかってる、突っかかってる。突っかかってるんだわ。はい、ぐるっと回って、うわ、すご、こんなん作ってみたいな。 MK さんもこれ作れたらすごくない？こんな巨大獣かっこよ。いいな、なんか参考になっていいよね、サバイバルの。そしたら、待って待って、そう、 MK さんね、サバイバル実況も普段やっておりますので、ぜひ興味がある方見てみてください。なんですけど、おっと待て、ボスはいないけど宝箱はあったぞ。待て待て待て、宝箱あったのでこちら開けていきましょう。中には何が入ってるんでしょうか。絶対いいもの、微妙すぎる、微妙すぎるけど、まあ、うわー、びっくりした。めっちゃびっくりした、今。ゾンビか。やられたかと思った、持っちゃったじゃん、今。びっくりした、今。いきなり出てこないで。あった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 ぞ。今回さっきのあの虎みたいなのが1種類で、ここに多分ボスがいるので2種類ですね。え？1種類足らんくね？全部で15種類って聞いてるんだけど、MK さん。いや、絶対ここでしょ。そう。毎回なんかこういう遺跡のところにいるのがパターンですので、合ってるとは思います。そ、いてててて。そしたらここ降りて座らせておきましょう。よし、行くぞ。こいつをなんとか倒して、14種類目仲間にしていきましょう。緊張するな。なんか森のドラゴンって強そうだよね。はい、じゃあリスポーン位置設定しまして、進んでいきましょう。こんにちは。いや、絶対いるはず。待って。違うかな？うわ、怖いな。いや、もう行くしかないか。こんにちは。いるよね。ドラゴンさん。いると思うけど。あ、いたいたいた、なんだこいつ。待って。めっちゃ飛んでるし。なんだ？どういう攻撃をしてくるのかも、全く予想つきませんけど、スケルトンがいた。待て待て待て。とりあえず弓矢で撃ってみましょう。いって。ちょっと待った。なんだそれ。うわ、エンダーマンもいる。そんなことある。やばいって。ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。とりあえず、待って、一体ずつ処理しよう。まずスケルトンだ。はい、まずスケルトン処理する。そしたら、待て待て待て、落ち着け落ち着け。ガード、ガード、うわ、近いんだったらもうこっちのもんだ。はい、剣で叩いてしまいましょう。そして弓矢。ほい、待って、行って、なんだそれ。またちょっと違う攻撃してきた。そのバーブルは何さ。降りてきて。降りてこないな。もう弓矢で倒すしかないのか？剣で倒したいな、できれば。そう、乗りたいので、最終的に。うわ、かっこよ。かっこいいね、君。いけいけいけ。倒せ、倒せ、倒せ。倒して、え？え？ちょっと、嘘でしょ？え？え？ウィヴェンテイル。尻尾になっちゃった。嘘。乗りたかったのに、今なんか表示出た？ MK さんが勘違いしただけ？え、わー、クリーパーがいる。表示出た、今。
嘘、乗れないタイプの敵？え、そんなドラゴンクッキーでもないかつ乗れないっていうそんな敵がいるんでしょうか？でも今おかしかったよね。表記出なかったよね。うわー、わかんなかった。なんかもしかして最初っから乗れた？いや、そんなことないな。だって敵対してたもん、完全に。やべ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 。エンダー、そう、違うゲームになってる。違う、待って、一旦クリップ、行って。違うゲームになってる。エンダーマンはいいのよ。エンダーマンは今いいのよ。ちょっと待って、違う。普通のサバイバル、ドラゴンより強いがな、あんたが。待って、オッケー。はい、倒した。え？宝箱とかもないし。うわ、マジか。ちょっと今回のドラゴンは予想外れというか期待外れでしたが、まあまあまあしょうがないですね。そしてさ、あと1種類ドラゴン足らんくね？そうだよね、今まで MK さんの数え間違いじゃなければ14種類しかドラゴン見つけておりませんので、あと1種類が絶対どっかにいるはず。どこだ？あと行ってないとこありますでしょうか？今まで MK さんが探検してきたところでなんか心当たりがあるという方はぜひコメント欄で書いていってください。よーし、じゃあ次回は最後1匹のドラゴンを見つけにまた冒険に出たいと思います。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。